ミルクサッカーアカデミーの上間でございます。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いいたします。さあ、各種データから、昨シーズン、そして今シーズンの話をしていこうという、通信簿シリーズでございます。今回は。はい。ラスト、鹿児島ユナイテッド編でございます。よろしくお願いいたします。はい。ということで、J1 からね、実績までやってまいりましたということでございます。鹿児島。はい。はい。2020年はまあ4位という形になってしまいましたけれども、まあ、悪くない成績ではあったはずなんですが、そして見ていただくとわかるのが、後半と終盤に伸びを見せてはいるものの、ってのがあったんですよね。さて、じゃあ、なぜ昇格できなかったんだろう。もしとして、2021年は何をすればいいのだろうってところを一緒に見ていければいいのかなと思っております。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。では、こちらからいきましょう。はい、ドン出ました、こちら。うん。はい。2021年、上がって戻るんだ、J2 へと、書かせていただいてるんですがね。そりゃそういうお気持ちですよ。はい。ただね、一応これ確認しておきたいことがあります。皆さん。はい。2021年は、これまでのレギュレーション通り、2枠 J2 へと昇格します。まあ、ライセンスには一旦置いといてね。で、もちろん2022年もそうなんですが、2022年は大変なことが起こるんですよ。2021シーズンって、各何チームでしたっけ、マーさん。4チームでございますな。なので、昇格の、ある意味ね、2022シーズンは、昇格のライバルが4つ増える状態になるわけですよ。ああ、なるほど、そう。ああ、J3 的にはそうだよね。そうなんです。そして、逆に、2020シーズンは、降格してきたチームがゼロなわけです。はい。J2 から。そうですね。ということは、ある意味、ライバルはそこまで多くはない。2022に比べればの話ですけど。そうか、次のシーズンは4チーム増えるの ?J3 に。そうなんです。すごいことですね、これは。そうなんです。なんで、今年上がらなかったら来年はちょっと計算が立たないので。なるほど。はい。なので、今年行くぞっていうところを踏まえた上で去年のデータ見ていきました。なるほど、上がりました。はい。で、MVP は酒本さんでしたと。まあ、わかりやすいですね。もともと思えばセレッソ時代はこの水色マーク、サイドバックやってましたが、最近も鹿児島では全くやってないで、このカラーリング変更しなきゃなってことはちょっと思っておりますと。結果ね、前線で出て7得点7アシスト、素晴らしい成績でございました。そして、U23 選手の MVP としては岡本選手、岡本翔成選手でございましたと。途中で新潟からやってきて、で、その時にね、ディフェンスラインに負傷者も出てましたから、もうやってきてからほぼ全試合、ね、フル出場みたいな形だったので、スーパーな活躍だったなということが感じられますと。そして、ボール出し用としては、田辺選手、サイドのプレイヤーとしては、牛ヶ浜選手とか、砂森選手がデュエルでかなり戦っていたところがあったんですが、彼らが身を削って、こう、頑張ってってした中で、最後、ボールダッシュしたのが田辺選手だったっていう流れがありましたね。ディフェンス用としては、先ほどの U23 の MVP でもある岡本選手、こちらも輝いております。で、ミルアカ賞としては、米沢選手、チーム得点王の9得点を挙げております。2021シーズンは2020よりかは試合数少なくなりますが、次こそ2桁なんてことがあるんじゃないかな、なんて思って。しっかりね、もう、セレストから、鹿児島の選手ということで。ですね。はい。アシストとしては牛の浜選手と佐藤選手でございましたということでございます。はい。で続いて2020のニュース見ていきましょう。こちらです。こちらでございます。こんなことがありましたよという。はい。鹿児島実は序盤からずっと一定の成績を維持し続けるということをやってのけてたんです。はい。次のシートで月別の成績のグラフを見ていただくんですが、なんと横ばい。横ばい、ちょっと先にもうちらっと見ていただきたいからぐらいですね。こんな感じでございます。はい、こちら。ああ、でも安定してるといえば安定しますもんね。そうなんですよ。ずっと横ばい 1.5 のところキープしておいて12月ドン。素晴らしいじゃないですか。そうだったんですよ。じゃあちょっと戻ります。はい。じゃあ、まあ結局12月は4試合全勝かなあったんですけど、あと一歩ってのがあったわけですよね。はい。じゃあ何があと一歩になっちゃったかっていうと、実は、首位、いわゆる優勝決まったのは11月だったんですよね。秋田が優勝しちゃった。だから、秋田が優勝した後、鹿児島は全勝しちゃったわけだから、スパートがもうちょっとだけ早かったら、話は変わってたかもしれないなってのはあったのかもしれません。激しい戦いでした、終盤。まあね。あとは鹿児島、攻撃のデータはすごく良かったんですが、これまた後ほど、レーダーチャートで見ていただくんですが、はい、気になったのは非シュート、非チャンスがちょっとあらっていうのがあったので、それちょっと後ほど見ていただければと思いますと。はい、そして、忘れられない試合がちょっとできちゃったなというのがあって、これが2020年 J3 第33戦。ありましたね。はい。鹿児島 VS ガンバ大阪 U23 ですね。はい。前半ガンバ先制して、で、その後、鹿児島同点に園田選手ね、追いつくんだけど、前半終了間際と後半最初にまた立て続けに3失点してしまって、はい、後半15分段階で1対4でガンバに。1対4から勝ったわけでしょ。これは忘れられない試合でしょ。ね、で、後半17分に牛浜選手、33分に砂森選手、39分に川森選手が決めて同点。で、後半44分、もうその次34節で引退が決まっていた水本選手が。感動だね、これは。ね、逆転ゴール。で、あと後半アディショナルタイムに崎本選手が追加点で6対4で勝つっていう。はい。ちょっととんでもない試合があったなと。しかも水本さんはね、ミロアカファミリーでもあらせられますからね。いや、そうなんですね。これはそうでした。印象深い。これは忘れないゲームですね。なんかね、しかも最終、ね、本当最終シーズンになった去年は、はい、我々のインタビューに出ていただいた時に、今年は全試合出ますって言っていただいてたんですけど、いわゆる怪我しちゃってね、序盤で。はい。そこからやっと復帰したよっていう、その終盤戦のところでね、こういう勝ちにつながって逆転ゴールもあって。まあ、もちろんご自身のね、努力、ご努力、才能、技術ですけども、サッカーの神様はちょっと吠えんだようなね、感じもありましたよね。なんか素晴らしいなと思いましたね、ストーリーが。本当ですね。という試合がありました。そして2021年は、前 J1 横浜 F ・マリノスヘッドコーチのパパスさんが監督に就任されたとのことで、もうね、もう数日後から開幕しますけれども、どんなね、サッカーやっていくのかがちょっと楽しみです。楽しみでございます。はい。では続いて、月別の成績推移見ていきましょう。こちらですよ。こちらですと。先ほど見ていただきましたけれども。はい、こちら、ピンクの部分が、最高という部分でございます。はい。で、黄色が良かったよというところで、ピンクが、といった部分です。はい。まあ、12月がえげつないですね。全勝してるだけじゃなく、1試合平均得点 3.25。いやー。これに勝てるのはもうバイエルンも勝てませんから。ブーストがガーンとかかりました、ここにね。そうなんです。これどんな要因があったんですか、先生。まあもういろんなもの、本当に行かなきゃいけないっていうのは多分あったと思うんですけど、2位争い。相模原、長野含めてやってましたけど、はい、そこに最後追いつくんだっていうのも含めてのダッシュはあったかなと思います。ちょうどゴールが見えてきて、第2集団で、ここで抜け出すぞっていうパワーがね、まあ全チームかかった瞬間っていう、この。そうですね。ちょっとロードレースのスプリントみたいなところがちょっとあったかなと思います。まあ本当、強いて言っちゃえばの話なんですが、6月は最初ですよね。開幕当初だけちょっと勝ち点の、率がちょっと低かったと思うんで、他の月に比べるんですけど、ここがやっぱあれですよね、その水本選手含めてディフェンダーの方々に次々にお怪我が出てしまう。過密が急に来たから、なるほどね、その要素に引っかかったかなっていうのが唯一かなと思うんですよ。それあるでしょうね。まあ各チーム条件は一緒とはいえ、まあそのね、急所がそがれてしまったみたいなところもあったですもんね。そうですね。だからそこで岡本選手を急遽新潟から呼んで、慣れさせたところからやっぱりある程度安定してきたのがあったので。そうか、なるほどね。あったのかなとちょっと思っておりますと。はい。で、続いてでは、節別のね、選手の出場成績も見ていきましょう。はい。こちらですと。はい。はい。左側、スタメンの、ごめんなさい、選手の名前、スタメンの割合、そして、スタメン差分の数で、右側に広がっているのが、水色がスタメン、黄色が途中出場で長めに出ましたよ、ピンクが短めでしたよと、なっておりますと。で、こう見ていくと、特に出場割合のところで、75% の割合超えてきているのが、酒本選手、牛浜選手、で、砂森選手とキーパーの大西選手の4名でした。まあ、ただ、それ以外にもね、やっぱ途中からやってきましたって、その岡本選手はやってきてからほぼ全部出てるよって形だったりもするので、まあ彼なんかも入れてもいいだろうし、他にもやっぱ34試合中でやっぱね、30試合ぐらい程度以上出てたのかなと思うのが馬場健二選手とか、まあそれがね、20試合台後半がめちゃくちゃ多いのかな、って形になってるので、結構な方々、本当ね、この過密日程の中で途中交代もありながら、もうコンディション調整しながらずっと出ていたのかなってことが出ております。ただ、強いて言えばで、やっぱりここでも気になってしまうのが、ディフェンスラインのところ。青山選手、水本選手、藤原選手、平出選手のところですが、途中からやってきた岡本選手以外がそのお怪我とかもあって、はい、なかなかね、半分の出場機会以上は逃せなかった。はいはい。ここがだから、まあ、唯一言えば毎回こう特回機会になっちゃった試合もあったんで。なかなかフィックスできたりとか、柱になるような存在になり得なかったっていうのも大きいんですかね、ちょっとね。まあね。それだけには岡本君、本当にありがとうっていう感じがあったかなと。感じますね。これはもう中盤の選手たちもそうですが、ただ運動量激しくやってたサッカーなので、そりゃ週2回とかがずっと続いてね、5連戦とかが結構ありましたから、そりゃしゃあないなってですね。そんな感じでございました。では続いてレーダーチャート見ていきましょう。はい、こちらでございます。と、何を語るんでしょうか、レーダーチャート3年比較でお送りします。はい。こちら、まずは表の見方からいきたいと思います。白の部分が、偏差値50平均のグラフでございます。はい、そして紺が2018、赤が2019に、黄色が2020となっています。はい。まあ、紺と、黄色が J3 ので、赤が J2 時代ということです、ね。なるほど、なるほど。はい。で、表のね、このそれ外側の部分ですが、右上の部分が、まあ、シュートとかのね、オフェンスのアクションになっていて、はい、右下が非シュートとか非チャンスとかのディフェンスのアクションになっております。はい。これディフェンスのアクションなんで、やられた数ですね。多ければ多いほど、ネガティブな数字の中に凹むということになってますね。やらせなかった分だけ外に出ると思ってください。はい。ここだけ逆になってます。はい。はい。そして左下がインターセプト等々の、ディフェンスのここの数値になっていて、はい、左上クロスとかの、オフェンスのここの数値になっておりますと。はい、そうなんです。で、こう見てみると、前回 J3 に在籍していた2018年に比べても、上のね、ゴールの部分、ギュンと上に突出してきてますから、オフェンスは良かったのかなと。J2 時代の2019年に比べたらね、その時偏差値40切りましたから、それが60超えるぐらいまでいったので、これ良かったんじゃないかなと思ったり、右側のね、アタッキングサードも超えてるし、良かったんじゃないかなと思う反面、右下と左下ですよ、ディフェンス系の数値。平均値をね、ちょっと下回っちゃってる部分もありますもんね。そうですね。やっぱり非シュート数とかも前回在籍の2018年をこう下回ったり、非ゴール、非チャンスなんかもそうですよね。ちょっと J2 時代の2019に近い数値になっちゃってるところはあるのかなと思います。それだけ攻めれたのはあるんだけどってのもあるし、あとやっぱりこれがディフェンスラインの問題は発生してしまっていたのかなと思います。なかなかね、やっぱ全チーム、ここまでいろんなチーム見てきましたが、まあ、鹿児島がラストになっちゃったんですけど、J1 からこの過密日程のこのグラフを見てくると、はい、ディフェンスラインまたはボランチをどれだけ固定できていたかっていうのは、はい、かなり強いチームに現れていた要因という形だったんです、ね。初めてのこの過密日程の中の、その、なんていうんですか、傾向を見るに先生はそういう判断されると。そうですね。まあ、例えばこれは川崎フロンターレ、ガンバ大阪もそうですし、J2 の徳島、福岡なんかもそうだし、同じ J3 だったらやっぱり秋田。秋田さんは優勝してからは結構メンバー変えましたけど、それまではほぼ同じメンバーでずっとやってきてましたから。いろんな考え方がありましたよね。これミッドと週末でメンバーを分けてみるチームもあったし、そうですね。ある程度こう、ターンオーバー頑張ってやるチームもあったけども。やっぱ終わってみるとってことですね。まあいろんな要素の組み合わせはもちろんあるんでしょうに。けども。少なくとも2020で、まあ上位の順位になったチームたちはみんなそうだったっていうのは結論としてあります。その中で、でもたまたまそこがね、怪我をしなかったっていうことも大きいわけでしょ？そうなんですよ。だから本当無事これ名馬って大事だなってのが結論かもしれませんと。なるほどね。あとそれでもただ気になるのは、左側の部分に1個あって、インターセプトなんですよ。実はこれ、鹿児島、最初の北海道、コンサドーレ札幌とか浦和とかから話してたことで、昨年、2018年、2019年に比べて、インターセプト数が伸ばせたチームは、順位や得点、失点といろんな数値が向上していたっていうのがあったんですけど、下落してしまったっていうチームはなかなかそこを伸ばすことができておらず、もしかすると中盤で刈り取るための、いわゆるネガティブトランジションの時にプレスをかけたりで、どれだけ奪い切れたかっていうところにもしかしたら課題があったのかもしれません。なんで、2021年ファーストプレス仕掛けていくとか、もしかしたらそんなことを鹿児島やっていくこと増えるかもしれない。そこは改善点ってことだもんね。そうですね。そこをパパスさんがどういうふうに着手してくるのか楽しみにしていきましょう。まあ、最右翼の一つだっていうことは間違いないですからね。間違いないでしょうからね。なるほど。昇格に向けて邁進していただけるもんったと思っております。ということでございました。はい。ということでございました。ということでお送りしてきました鹿児島ユナイテッドFC、そして日本全国 J1 から J3 まで裏々の通信簿シリーズをお送りしてまいりました。最後に、ミルワーカー2001からのお知らせでございます。はい。ね、J リーグ全スタジアムが満員になる日、それがミルワーカーね、裏設定として目指しているところでございます。それに向けて勝手に邁進している所蔵、そしてね、通信簿シリーズも全部やっていただいたという次第でございます。ぜひ、他のチームを見ていただいてね、好きになっていただいて。よろしくお願いします。対戦丸ごと、カテゴリー丸ごと、リーグ丸ごと好きになっていただきたいなって、勝手に思ってます。そうですね。はい。そのためにも。コンテンツをね、我々たくさん出させていただいてて、朝昼晩3つ動画出したりだとか、あとはね、いろんな試合の予想していただくためのコンテンツ、ミルトトっていうサイトを作ってみたりだとか。いろいろやってますね。はい。そうなんです。いろんなコラボも現在やっておりますので、ぜひぜひいろんな動画ね、ちょっと見ていただけると幸いでございます。選手の方も、チームの方も、広報の方も、皆さん出ていただきたい。ありがとうございます。はい、お待ちしております。こちらも勝手に連絡させてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。そして、深掘りコンテンツ奥座敷では、こちらですね、オンライントークライブをやっております。チケット販売は、メンバーシップ加入で開催していただいております。ということで、ぜひチェックアウトしていただきたいと思います。毎週深掘りで先生がお送りしてくれてますと。企画会議も月1回で別コンテンツとしてね、そこで出させていただいてますと。はい。はい。ということでございました。ということでございました。通信もこれでいってラストでございます。ありがとうございました。それでは J3 も間もなく開幕、良きシーズン、良き週末、良き人生を。それではミルクサッカークラブチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。井上真でした。ノーミルク佐藤でした。先生皆さん、そして関係者の皆さん、ありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。では。終了ボタン押してんだよ。